次の方どうぞ。じゃあおかけください。熱と喉の痛みですね。はい、じゃあ目見ますね。はい、お口開けてください。ああちょっと腫れてますね。じゃあ首触りますね。リンパは大丈夫ですね。急性扁桃炎ですね。じゃあ抗生物質と喉の炎症止め1週間もお出ししておきますので、必ず飲み切ってください。お大事にどうぞ。お胸の痛みですね。それはいつぐらいからですか？3日前から圧迫されるような感じですかね。そういう感じではない。わかりました。ではちょっとお胸の音聞きますね。それではじゃあ服の下から失礼いたします。じゃあ失礼します。特に問題ないですね。じゃあ最近息苦しいっていうことですね。じゃあ胸の音聞きますね。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。はい、じゃあ背中も聞きますね。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。まあお胸の音、呼吸の音は特に問題ないですね。あと太ってます。先生、休館。アレルギーとかって何かお持ちですか？ああ、いや、ないです。はい、花粉症にはなったことあります？ああ、花粉症です。あ、アレルギーですね、花粉症は。普段なぜお薬とかってあります？あ、いや、ないです。はい、血圧の薬とか飲んでたりはないですか？あ、飲んでます。あ、なるほど。花粉症の薬とかは？あ、飲んでます。あ、飲んでますね。お酒は？あ、控えるようにってことなんで、はい、全然。いいですね。昨日とかも飲んでないですか？あ、一杯だけ飲んでますね。